こんにちは、うりさんです。声はディープに第7話感想考察動画です。チャンネル登録もよろしくお願いします。愛花ちゃんに株を売ったことを話しました。株を売った理由は、兄弟がいがみ合うくらいなら会社なんてなくなればいいと思ったから。栄太郎の夢も分かりましたね。兄弟でもっと会社を大きくして、世界中いろんなところにリゾート作って、海にも山にも幸せな場所をたくさん増やしたい。栄太郎は取締役に就任しただけで、まだダニエル・カッパー社に乗っ取られたわけではないようです。栄太郎は地域を利用しただけなのではないでしょうか。お母さんの海難事故について分かりましたね。海に入ったビーチボールをお母さんが追いかけた時に見ていなかったので、溺れかけていたのに気づかなかった。助けられたかもしれないのに怖くなっちゃって足がすくんで動かなかった。光太郎はこの時のことをとっくに許してると思うんですけれども、マリンプロジェクトを凛太郎が仕切ることが面白くないようです。まさにお家騒動って感じですよね。兄弟3人が力を合わせればなんとかなりそうです。ナショナルオーシャンジャーナルにミオの論文を送ったのは染谷さん。鴨居教授は経歴詐称したものを提出しました。論文自体は素晴らしいものなので、ミオの役目はこれで果たせたと思います。大しけの荒波に比べたら全然平気っていうのが面白かったです。魚の言葉が分からなくなったのは人間の心と寄り添いすぎたから。ミオはやはり人魚でした。星ヶ浜伝説には、地上にとどまった人魚は人間を不幸にしてしまうからというのがありました。二人の回想シーンを見てたらやっぱり切なくなりますよね。そして海に帰ろうと思っても帰れなくなってしまいました。公式 YouTube だとこの時こぼれたのは貝殻のようなものだったんですよね。いや、どう見ても鱗でしょうと思ったんですけれども、皆さんはどう思いましたか。海に帰れなくなったと表現しているのに人魚に戻るのは不自然です。海へ帰ろうと言っているけれども、凛太郎の愛の力で人間になってほしいですね。今のままだと縁のキャラが中途半端です。バッシングからは縁が守ってくれるのではないでしょうか。禁断の恋を描いているので必ずハッピーエンドになると思います。お母さんの願いを叶えてあげるのもいいんですけれども、目の前の女性を大切にしてあげてほしいですよね。お母さんのこの指輪がやっぱり気になります。最後は母なる海の力でミオが人間になるとか。いよいよあと2話となってしまいました。これからの展開が楽しみですね。チャンネル登録者数の目標を950人として頑張ってますので、応援よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイバーイ。